はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルのロボラボです。僕この間ですね、大好きな玩具 YouTuber のオタファさんの動画でアルカディアの YF19 見たんですけど、もうそれ見てたらもう僕も遊びたくなっちゃって出してきましたよ。はい、これ。あれ、ちょっと違う。あー、アルカディアの YF19 のつもりがヤマトの VF19、 しかも P 型を出してきてしまったという茶番はさておき、このチャンネルを見に来られる方は、このぐらいの変化球にしないとちょっと気に入ってもらえないんじゃないかと思って、今日はマクロス7の OVA 版ダイナマイト7の方に登場したこの機体で遊んでみようと思います。作品自体は1997年にリリースされていた、OVA なんですけど、テレビ版のマクロス7の、後日談っていう感じですかね。じゃあ早速このおもちゃ中身取り出していきますけれども、今回も動画のラストに恒例のお絵かきコーナーをご用意しておりますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。で、気に入っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンをまたよろしくお願いします。さあ、これが中身のブリスターになってます。他に付属してたのがステッカーと、あと取扱説明書ですね。説明書は今回も白黒なんですけれども、ちょっとファイヤーバルキリーの写真も混ざったりしてるようですね。マクロス7については、当時僕マクロスプラスが大好きだったんですけど、あれが好きだとちょっと最初は抵抗がありましたよね。ちょっと作風がだいぶ違うので、とりあえず説明書はこんな感じかな。じゃあちょっと中身をね、取り出してみますよ。取り出したらまずここにスピーカーを取り付けます。これは差し込むだけです。両方取り付けてこれで準備完了。キャノピーを開くときは上に上げて開く。で、パイロットフィギュアは今回これがついてます。これ誰だかわかりますか？そうです。バサラです。作品見た方はご存知だと思いますが、この機体はバサラが操縦するんですよ。だから僕の中では主人公機です。じゃあちょっとぐるっと見てみましょうか。で、今回プラスチックだいぶテッカテカなんですよ。このおもちゃは2013年に発売されました。設定では惑星ゾラのパトロール隊仕様ということになっている VF19 です。アルカディアの方の YF19 とかも持ってるんですけど、やっぱりそっちに比べると、これヤマトの時代なので、パーツ精度に関してとか、ロックの部分とか可動部分に関して、結構極端な調整されてるなっていうところもあるんで、硬すぎたり緩すぎたり、そういう部分も、今回は僕の個体のありのままを伝えていこうと思います。これ多分撮影後に僕調整しますけどね。じゃあこの後はいよいよ変形に入りますよ。まずはガウォークモードに行きます。最初にランディングギアしまっときましょう。横に倒して、で収納で、カバーを閉じる。ちょっと押し込む感じで、一応ガンポットもついてるから取り付けときましたけど、ただバサラの機体と考えると、あんまり似合ってないですよね。で、次は前輪いきますよ。畳んで、でこの辺も閉じといて、でハッチを閉じていきます。これアルカディア版と大体同じかな。で、このパーツ、これはお好みで取り付けるシャッターなんですけど、変形するときは取り外します。じゃ、まずはコームロック、翼のところを外す。そしたら今度脚部のロック、ここにあるんですけど、これも外しときます。アルカディアの19系の機体とも、そんなに機構は違わないんですけれども、で次、ここめちゃめちゃ硬い肩パーツのロックを外します。ここにピンがあります。これ外さないとこの機体は足が下げられないです。ここね、壊しそうな勢いで取れます。で、取ったら足を下げましょう。ここは3段階のクリック、ここで動きます。で、膝を伸ばす。これは最大まで伸ばしてあります。そしたら膝関節を曲げて、で足首、まずかかとを展開して、でその後つま先を持って引っ張る。つま先の展開は最後にやりましょう。ちなみにこのぐらいまで引っ張れます。反対側の足もいきますよ。で、これ膝関節の部分、一応3段階で伸ばせるんですけど、ファイター形態の時は2段階目の状態にしておくようにという指示がありました。
たらまた足首をこうやって引っ張り出しとく。ただこれお好みで位置変えられますけれども、まあ、僕もうちょっと短い方がこのぐらいがいいですかね。ちなみに脚部のロール軸、もちろんこのアイテムにも装備されてます。まあ、足を下げ終わったんで一応肩パーツね、戻しときましょう。このシールド部分外します。シールドはガオークとバトロイドの時はこの形状重視のシールド、こっちを使うように指示がありました。そしたらガンポットも外しておいて、でちなみにね、ここ使う時は引っ張り出す。でさらにこのガンポットを分割できるようになってまして、まあ、ストック部分とマガジン部分がこれバラバラにできるようです。はい、そしたら機体の下部、ここの腰アーマー、これを外しておく。で次はウイングのここの部分、このロックを両側外します。これで状態が浮かせるようになりましたので、浮かせた状態でこの下の方の穴にもう一度ロック、この穴です。そしたら腕を展開、肩の関節をぐるっと回して真横に、で腕を伸ばします。これ今 L 字型になってますけど、関節使ってこうやってまっすぐにします。その後二の腕のパーツ、これをスライドして、でこれでこのプレートを出す。そしたら手首を蓋を開けて展開、閉じるとこれでロックがかかります。で肘はここで収納できます。ここまで。反対側も同じようにいきますよ。この肩の接続軸を回転させて、で腕を伸ばします。で二の腕のこのカバーをスライドで、このプレート、これねアルカディア版はスライドしたような気がしますけれども、まあ、ヤマト版はここまで。そしたらカバーを開いて手首を出す。で肘の関節、カチッと音がするとこまで縮めときましょう。そしたら後ろ頭部です。ここの蓋も閉めます。で肩のプレートもね下げときましょう。と開いてあった腰アーマーも元に戻して、だいたい出来上がってきたけど、あとはシールドも取り付けて、これは差し込むだけ。最後に肩のスピーカーの部分、これを90度この向きにするそうです。でこれでガオークモードは完成かな。ちょっとガンポットを一応持たせてみましょうか。これ手首のところに突起がありますから、グリップの穴にはめて、で指で握らせる。まあ、さっきもちょっと言いましたけど、マクロス7テレビで見た時の印象、やっぱりマクロスプラスであのドッグファイトを見た後、まあ、ちょっと全然戦わない主人公を見ちゃった時に、まあ、この人本当にこの調子で最後まで行くつもりなのかなって思っちゃったんですが、まあ、制作側も狙って違う作品は作ってたっていうことですけれども、まあ、僕も最終的にマクロス7を見るときは心をフラットな状態にして、ありのままを受け入れてみるようにしようっていう心構えに変わりました。じゃあ続いてバトロイド形態への変形いきます。まずは機体の下の部分、ここのパーツを開きます。でこれ中のヒンジがありますけども、こうやって伸ばしといて、あとでねまた調整しますの で、 で次は機種の上部のこのカナード翼、まあ、これ取れちゃうようになってるんですけども、まあ、実際はちょっと伸ばした状態でこうやってひっくり返しておきます。次にその後ろ、このウィングの先端の部分を持ち上げて、でスライド後ろにこうやって動かしておきます。反対側もやっておきましょう。引っ張って回して、で押し込む、で持ち上げて後ろにスライド、で次は機種のノーズの部分下に下げときます。
で、この黒い部分押し込むと見えますか、この黒いピンが出っ張ってきます。で、ここで注意点、ここ隙間ありますよね。これ隙間ないようにしなきゃいけないので、ちょっとスライドさせる、このぐらいで、この状態にしときます。そしたら次はコクピット、キャノピーを一回開きまして、で、中のコクピットシートを90度倒します。で、その時さっきのこのパーツの位置はここに合わせるような感じでこの辺にしときます。で、キャノピーを閉めるんですが、これ全部は閉まらないです、この辺まで。じゃ、次ここ分割、この状態で持ち上げときましょう。これはクランク移動ですね。で、ここで一旦肩のパーツ丸ごと少し後ろに下げときます。そうするとこのね、頭の横のハッチが開きやすくなるので、これを開けときます。これ両方ともやりますね。で、これ開けておくと、まあ、頭が出しやすくなるので、これで持ち上げとく。で、無事に頭が出ましたら、まあ、さっきのハッチはね、閉じておきましょう。で、次はここのウイングのロック、これ外しておいて、まあ、自由に動かせるようにしときます。翼はこのように畳んでおきます。反対側もボディと翼のロックを外して、そして下に下ろしておく。これで状態、ボディも自由になりましたので、持ち上げちゃいます。こうやってグイッと前に持ってきます。で、この時にちょっとね、ここ開けますけれども、この中に見えるこのパーツもう少し押し込んどきましょう、この辺まで。で、ここがうまくはまってますね。ここもこの位置大丈夫そうなので、頭を後ろにスライド、そしたらこの状態を機首にかぶせます。で、これでまだ終わりじゃないんですね。このへこみ、ここロックなんですよ。はめます。で、フロントの部分はこのピンをここの穴にはめるように、こうやって位置を調整、こことここがはまってますね。ロックが OK だったらこのカバーを閉じます。こうやって機体に密着するように閉じて、そしたら次は下半身いきましょうか。まあ、とりあえず足は伸ばしておきますね。で、膝の位置は一番短い状態に縮めとくらしいです。で、ここまでできたら次は股関節の位置調整。ここのパーツを押し込みます。そうすると、この銀色のパーツがクランク移動させやすくなりますから、これを位置を上に持ち上げる感じで、この辺に持ってきます。この状態です。反対側も、このね、出っ張ってるこの部分、これを押し込んどく。まあ、こうするとロックが外れるんですけど、これで持ち上げます。まあ、これ結構硬いんですけど、まあ緩いよりはいいかな。はい、できてます。そしたら足は OK なので、この腰アーマーの位置を調整して、この辺に。で、次は腕。肩を前に動かして、このスピーカーをこの向きにする。もうあとは頭部を前に向ける。で、この後機銃の位置を調整するっていう感じなんですけど、これね、前にスライドさせられます。で、背中のハッチを閉じておいて、さあ、これで OK かな？お、スピーカー逆向きでした。何してるんだろう、僕。さあ、これでバトロイド形態に変形完了。クジラ、俺の歌を聴けって感じで。この太ももの後ろのへこみを隠すための、まあ、形状重視パーツもついてまして、まあ、お好みで取り付けられます。
まあ、劇中の後半でバサラが乗り込みますけれども、まあ、基本歌ってただけなので、まあ、装備の類は使用してないので、まあ、やっぱり手ぶらでいる方が似合いますね。皆さんはこのマクロスダイナマイト7についてはご覧になってますか？クライマックスでマクロス7見てた人間は上がる演出があるんですけども、それはまた後で。バルキリーだと気になる股関節の可動範囲ですけど、このぐらい動きますね。一応僕が買ったのはちょっとゆるゆるなんですけど、開脚もこのぐらいまでできるようになってます。特徴的な頭部のバイザー部分なんですけど、これ設定でも中にツインアイと、あと顔みたいな造形がちょっとされてるんですよね。このアイテムもこのバイザーの中再現されてるんですけども、どうですか、ツインアイ見えますか？でクライマックスで銀河クジラに歌を聴かせていたこの機体が真っ赤に染まっちゃうんですけども、でその時にツインアイが光って、でまるでファイアーバルキリーみたいなシルエットになるんですけども、もうそのシーンでめちゃめちゃテンションが上がるんですよね。僕リアルタイムで見てて、もう当然予備知識とか何もなかったので、まあ、その場面見た時にもうテレビの前でガッツポーズでした。あとギミックとしては背中のこのパイロット搭乗口、このシャッターが開くようになってます。見えますか、バサラいますよ。あとはね、脚部のミサイルのところなんですけども、まあファイアーバルキリーとここは同じで、こうやって展開して、でミサイルをねちょっと引っ張りながら回転させれば、まあ、このように発射体勢を取ることができます。マクロス7はテレビ版の方がちょっとメカファンには物足りない部分があったんじゃないかと思うんですよね。まあ、バンクといいますか使い回しのシーンが多くって、やっぱりバルキリーの変形とかバンクシーンであんまり見たくなかったですよ。そういう意味ではこの OVA 版だったらメカの作画描写についても、まあ、結構満足できるんじゃないかなと思います。まあ、特にねガムリンが今回 VF22 に乗るんですけど、そっちの方もかっこよかったです。さあといったわけで、今回はヤマトの60分の1スケール完全変形 VF19P、 これで遊びながらマクロス7とマクロスダイナマイト7の思い出に浸ってみました。ご覧になってた方も何かいろいろ思い出していただけましたか？エピソードとか思い出ありましたらコメント欄にまた記入しといてくださいね。このチャンネルの視聴者さんだと世代的にこれ見てないっていう方もいるかもしれないんですけども、まあ、遠慮なくコメント残してってください。知識の量に優劣はつけないチャンネルなので、全然分かってない人が間違えたこと書いちゃっても大丈夫です。そういう時のために詳しい方がいらっしゃいますから、あの人たちに任せておけば、まあ、おかしなところは補足説明しといてくれるので大丈夫。今回も常連さんよろしくお願いします。まあ、同じ作品を好きな者同士、まあ、みんなでああだこうだ言いながらワイワイやっていきたいなと思ってますので、まあ、これからもこのチャンネル良いコミュニティになりますように、ぜひご協力をよろしくお願いします。さて次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次のおもちゃの時も我が家に遊びに来てくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さようなら。